S 様の方、おはようございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこのマルコの5章のその12年長血を患っているようなですね、婦人病だった人のお話からお話をしていきたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。後でですね、ダイジェスト映像見ていただきますけれども、先週の23日の木曜日にデイキャンプをしたんですけれども、非常に祝福されましてですね、終わった後いろんな方から本当に良かったっていうね、連絡を受けまして、本当に嬉しく思っております。今回ね、いろんな事情で来れなかった方もいらっしゃると思うので、またデイキャンプとか、あるいは愛参会とか、それから、夏にはね、できればまた再び 2,3 日のキャンプを持ちたいなと思ってますので、ぜひその時はね、来ていただければと思います。それじゃあ賛美します。最初に詩編の61編ですねから行きたいと思います。じゃあお立ちの方はお立ちください。よろしくお願いします。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心も衰え果てるとき、私の血の果てから神を回ります。私のお呼びがたいほど高い岩の上に、私を導いてください。あなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三つ葉の影に身を避けたいのです。誠に神よ、あなたは私の誓いを切れに、なお恐れる者の受け継ぐ地を私にください。ましたの両顔の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください。彼が神の御前でいつまでも王座について生きるようしてください。恵みと誠とを彼に授け、彼を保つようにしてください。こうして私はあなたの源越しでまで参りたい。私の誓いを本当に果たしましょう。いや、26番なんですけども、一番最後、約束を信じ主を称えようってこう触るんですけど、楽譜歌いませんので、あげますのでよろしくお願いします。はい、じゃあすいません。じゃあ賛美したいと思います。26番からですね。私たちほど主に愛されてるものはない。どんな時でも共にいてくださる。私たちには最高が用意されている。神様、あなたに期待します。問題は問題で終わらない。その後ろに
だ見ぬ素晴らしい祝福が用意されている約束を信じ主を讃えよう私たちほど主に愛されてるものはないどんな時でも共にいてくださる私たちには最高が用意されている神様あなたに期待します問題はに行きます問題は問題で終わらないその後ろにまだ見ぬ素晴らしい祝福が用意されている約束を信じ主を讃えよう私たちほど主に愛されてるものはないアメンどんな時でも共にいてくださいアメン私たちには最高が用意されている神様あなたに期待します期待します期待しますハレルヤー一番ですね十字架の愛によって十字架の愛によって新しい命受けたこの希望は決して消えない勝利の道へと続く感謝しよう賛美しよういつも主を喜ぼう感謝しよう賛美しよういつも主を喜ぼう十字架の愛によって新しい命受けたこの希望は決して消えない勝利の道へと続く感謝しよう賛美しよういつも主を喜ぼう感謝しよう賛美しよういつも主を喜ぼう感謝しよう感謝しよう賛美しよういつも主を喜ぼう感謝しよう賛美しよういつも主を喜ぼういつも主を喜ぼうありゃの古い歌ですけどほふられた子羊
羊イエスはよみがえり生きておられる。愛する主よ、心から礼拝捧げあがめます。力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい唯一の神主よ、贈られた子羊イエスはておられる。愛する主よ、心から礼拝捧げあがめます。力と知恵と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい唯一の神主よ、力と富知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい唯一の神主よ、唯一の神主よ。そのままでありのままで私のところに出てきなさい。私はあなたをそのままありのままで受け取り、そこに私の恵みと力と愛を注いでいこう。私は憐れに満ちた神、憐れと恵みに満ちた神であると主は言われます。あなた方ができなかったことではなく、ただ恵みを数えて私のところに出てきなさい。私はあなたの賭けを追い、弱さを追い、私の恵みと祝福で満たしていこうと主は言われます。私は癒す神、私は救う神、私は助ける神、そして私は祝福する神であると主は仰られます。またあなた方の義、あなた方の正しさをはるかに勝る私の十字架の愛がこの地を覆い、このリバイバルの技を完成させていくと主は言われます。私に期待しなさいと主は言われます。私はあなた方一人一人を後悔たっといと語りました。私はあなた方一人一人を祝福し、後悔たっとい存在として、これからこの町で、そしてこの国で、この時代に力強く用いていこう。あなたの人生を軽んじてはいけません。あなたの人生を通して私がなそうとしている計画は、これから本格的に始まってくると知られます。今まで通ってきたことのすべてが益となって、この場合の時代に私は力強く用いていこうと知られます。全世界に出て行きなさい。そしてまたこの町に、私は約束した通り信仰の町を建て上げていきます。私はあなたの存在をその時力強く用いていこうと知られます。私の声に従って恐れずに踏み出していきなさい。私はあなたを通して働き、あなたを通して私の栄光を、技を、
愛を表していこうと主は仰せられます。God is working on my good.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes we did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes we did it. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。大礼拝にこのメインサービスを得たお一人お一人をありがとうございます。インターネットオンラインで礼拝されている方、ダウンロードして礼拝されている方お一人お一人をありがとうございます。様に私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通し私に語り、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って、聖霊様はご自由に語ってくださり、神の言葉を私の心に刻み、その言葉を通して私たちが、この週、新しい月、豊かにあなたの祝福と恵みを受けていくことができるように、力強く導いてください。語る者からも減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。信じて感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、先ほど話しましたように23日にデイキャンプを行いました。で、トキツでやったんですね。今回トキツっていうのは一つ示された場所だったん で、そのトキツの裏を公民館って以前したことのある場所なんですけども、いたしまして、そのキャンプの時 の、ダイジェスト映像が5分弱ぐらいかなでありますので、それを見ていただきたいと思います。その後、今日の聖書ってこんなに面白いわ、キャンプのことをちょっと私書いたので、それをね見ていただきたいと思います。まずダイジェストからお願いします。主が愛されたダビデ私たちに力なくともあなたの愛で立てられてゆく、ただ恵みによって
主に栄光あれ。本当に美味しかったです。いや本当に帰ってきて来れなかった家族とかに食べさせてあげたら、私だけじゃなくて他の人も言ってましたけど、その家族がえらい感動してたっていうことですよね。ちょっと時間が経っても美味しい料理っていうのはすごいですよね。感謝したいと思いますね。本当に、あと量も多いんですね。男性が作るとやっぱ量も多いんですよね。すごくね、良かったと思います。また機会があればですね、愛さん会とかキャンプをしたいと思っているので、ぜひおいでください。食卓に主は共にいて、食卓で主は大事なことを語ってくださったり、そこですごく深い慰めをくださったりします。食卓に会話と笑顔がある家庭っていうのは幸せなんですよね。でも食卓に会話がなくなっていくと、どんなにお金があっても、家族はバラバラになっていきますね。で、だから本当にこの食卓に笑顔があって会話があるっていうのは素晴らしいことなんですけども、神様はそれをね、教会にもそういう恵みを注ごうとされていると思うので、これから時々そういう機会を持っていきたいなと思ってますので、ぜひ機会があったらおいでください。お願いします。はい、それでですね、そのことをちょっと書いたんですね。今日の聖書ってこんなに面白いわ。それをちょっと見ていただきましょう。短いので、はい、お願いします。11月26日日曜日、聖書ってこんなに面白い。今日のテーマは、男の料理はうまかった。御言葉は、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさであろう。詩篇113編1節です。先日、教会でデイキャンプをしました。教会の男性たちが男の料理を作ってくれました。美味しいスープに、肉団子、天津飯、焼くコロッケに、牛肉のすき焼き風の肉豆腐、それに冷やしも風の残り巻きと焼きそば、関西風の残り巻きと、もう美味しくて量もたくさんで、本当に美味しい楽しいひとときでした。お腹も心もいっぱいになりました。幼い子供からご年配の方まで、外国の方も来られて、教会は神の家族ですね。食卓を組んで一つになれるのは、キリストが中心にいて、神様の愛を添い遂げるからです。あなたも、その神の愛の中に招かれています。そのままの姿でキリストのところに来てください。イエス・キリストはそのままのあなたを、そのままで受け止めて、癒して、強めて、お腹も心もいっぱいにして、再びあなたを、あなたの学校、職場、そしてあなたの家族に使わせてくださいます。イエス・キリストは私たちを愛しておられます。あなたはイエス・キリストに愛されています。それではまた明日、セシとこんなの面白いでお会いしましょう。ゴッドブレスユー。はい。ぜひいろんな人に支援してもらえればと思いますので、よろしくお願いします。で、今日の説教に入っていきますが、今日の説教でね、ぜひ関係してくる証がありましたね。鹿児島高原牧師の証です。ちょっと前、1年ぐらい前の証なんで、証の内容はもっと古いんですけど、何か話されたせ、あのせ、あの思わず笑顔になってしまったんですが、今日の話と関係してくるので、ぜひ聞いてください。短いです。こんにちは。思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆様、鹿児島の高原です。今回は神様の癒し、奇跡の証をさせていただきます。クリスチャンになる前の話ですが、アメリカに住んでいた時、オートバイ事故を起こしてしまいました。宝くじが当たり、ラッキーがアンラッキーに。そのお金で大好きだったオートバイを買うことができて、ある日曜日に7、8人の友人と、買ったばかりの 1000cc の大型バイクで
山道をツーリングに行った際、調子に乗ってしまい、レース状態になってしまいました。山道を120キロのスピードで走行中に、カーブを曲がりきれずに、大きな岩に頭からバイクと一緒に激突してしまいました。普通なら即死だったと思いますが、その時、そう、空中に飛ばされている時、何か見えない力がブレーキをかけてくれるような感じがしました。しかし、後頭部からぶつかり、バイクと共に倒れて、右足首が外れ、右手首、腰を強打して、ヘルメットは被っていたのですが、額から流血してしまいました。意識は朦朧としていたのですが、まずバイクが一番心配で、バイクに向かおうとして立とうとしたら起き上がれません。その時、通りかかった車から、次々とドライバーが走ってきてくれて、ある人は、痛切れを足に止め、またある人は頭を固定し、ある人は救急車を呼んでくださり、ある人は自分のベルトを外し、縛ってくれたり、驚くほど助けてくださいました。救ってくださったのです。さすがクリスチャン国という感じでした。本当に神様のように、天使のように思いました。おかげでいち早く病院に運んでくださったのですが、身分証明書を確認しないと病院では診察してくれません。おまけに応急処置だけで地元の病院に行きなさいとすぐに追い出されてしまいました。唖然としてしまいました。その後、いろいろ戦いはありました。事故の後遺症で首と背中と胸が寝ても覚めても激痛が止まりません。様々な病院で治療をしても良くならず、たくさんの知り合いからあの病院がいいよ。東洋治療がいいんじゃない？中国針がいいよ。電気治療がすごく効くよ。いろいろと言われたままに、ありとあらゆる治療に行きました。そして MRI を取ったら、首の骨の5番目の頸椎損傷、6番目の椎間板損傷と診断され、手術を受けないと治りませんと宣言されました。私は改めて、命が助かったことや、半身不随にならなかっただけでも、感謝しなければならないと思いました。結局、手術はしませんでした。そして、私の生活は痛みと戦いながら、十数年が過ぎました。いろいろな治療を試みましたが、一向によくなりませんでした。私がクリスチャンになった時に、教会で癒しのお祈りや奇跡の祈りをし、その中で聖書の言葉に、すべてのことについて感謝しなさい。信仰を持ちなさい。求めなさい。そうすれば与えられる。信仰による祈りは病む人を回復させます。と語られて、私も癒されるのかなと希望が与えられました。ある時、教会で正解が持たれ、牧師が知恵知識の言葉を通して癒しのお祈りをしてくださった時に、首と背中の痛みのある方が癒されました。と言われた瞬間、長年思い患っていた痛みが一瞬にして癒されたのです。これは本当に奇跡です。私も妻もびっくりしました。ありえないことでした。私は神様の力を体験しました。本当に癒してくださったのです。聖書では、神にとって不可能なことは一つもありませんとあります。また、あなたの信仰があなたを治したのです。あなたを癒してくださったともあります。癒しを求める中で神の御業が現れました。あれから十数年経ちましたが、今も痛みは出ていません。本当に神様に感謝いたします。最後まで聞いてくださりありがとうございます。はい。はい、素晴らしいですね。今日これから御言葉とともに話したいと思います。マルコの福音書の5章の25節から34節のところですけれども、最後のところに、娘はあなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気から健やかでいなさいって書いてありますが、この見言葉がキーなんですけれども、まあ、25節から見ていきますが、ところで12年の間長血を患っている女がいたと書いてありますが、このヤイロという方の娘さんが死にかけていて、そして、そのヤイロさんの娘さんを助けに行くときに、途中でこの女性が出てくるわけですね。でこの人は12年間長血というのは婦人病です。だから12年間婦人病で、苦しんでいたわけですね。で、
この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく持ち物を皆使い果たしてしまった、何の甲斐もなく悪くなる一方であったと書いてありますね。ちょっと買い方がね、お医者さんに失礼かなという気もするんですけども、だけども、当時はまず一つは保険がなかったから、医療費というのはすごく高いんです、まずね。で、今ちょうど高原さんがおっしゃってましたけども、本当に体がね、大変な時に、いろんな審査の人がね、あの医者さんがいい、この医者さんがいいって言ってくれたり、東洋医学がいいって言ったり、中国針がいいって言ったり、電池器がいいって言ってくださって、みんなこう、全員から言ってくれて、本当に実際行くわけですね。で、保険が効くのもあれば効かないのもあって、とにかく高かったってね。で、一時ふっと良くなることがあったとしても、すぐ元に戻るんですって。で、この人も、おそらくいろんな人が言ってくれて、で、自分も治りたいから、いろんなところに行って、いろんなお医者さんにかかるんだけど、で当然高いわけですね、費用はね。たくさんのお金をかけてかかるんだけども、結局、良くならないで、かえって悪くなってしまうという状況だったんですね。これはね、本当にこう、そして何もかもなくなってしまったっていうことなんですね。すべてなくなっちゃったっていう、ね、で本当にこの時失望したと思うし、絶望したと思うんです。ところが、その何もかもなくなってしまった時に、27歳の彼女はイエスのことを耳にして、耳にして聞いたんですよ。イエスキリストは大病を癒してるよ、清めたよって、中部の人を治したよって、盲人の人の目を開けたよって、ね、耳が聞こえなかった人の耳を聞こえるようにしたよって、そういうことをイエス・キリストはされてるよって。で、雷病っていつも言いましたけど、聞かれた病ですから、その人も癒されて清められた、社会復帰したんだよっていう、そういう話を聞いたときに、この人は何もかもなくしていって、もうイエス様のところに持っていくものは何もない。だけどこの方だったら、きっと何もなくったってこの方のところに行けばきっと治してくださると彼女は信じたんです。ここがキーなんですね。もう本当にいろんなお医者さんにかかって全然ダメだった、ね、悪いお医者さんも中にはいたけど、いいお医者さんもいたと思います。でもどんなにやってもらってもお金をかけても治らなかった。何もかもなくなって、ああもうこれは生涯このまま行くのかなと思った時に、イエス様の話を聞いた時、彼女はこの方だったらきっと私を治してくれるって信じて期待したんですね。で、この方のところに行って、着物にさえも触れば、すごいですよね、着物にさえ触れば治る。で、後で分かるように後ろからそっと触るんですね。日本人に合ってますよね。群衆に紛れて後ろからそっと触る、こう前に出て行って、人かき分けて前に出て、私を祈ってって言うんじゃないっていうね日本人はそういうタイプじゃないですよね。こう後ろから紛れてそっと触るってタイプですけども、これそうだったんですよね。で、彼女は信じたんですよね。実は皆さんね、今日二つ聞きたい。一つはね、皆さんは期待して、この女の人のように今日期待して、この礼拝の場所に来てらっしゃいますか？オンラインされてますか？きっとイエス様は語ってくださる。きっとイエス様は私の触れてくださる。この病気に、この心に、この問題に、きっとイエス様は触れてくださる。きっとイエス様は私に言葉を語ってくださるって期待してらっしゃいますか？この女は信じて期待してきたんです。どんなお医者さんにかかってもダメだった。どんな名医にかかってもダメだった。どんなのかってを使ってもダメだったけど、イエス様ならきっとしてくださるって期待して信じてイエス様のところに来てたんですね。で、今日礼拝に来られてますよね。その本当に主に期待してるからですよね。この信仰を持ってきたときに、主に期待してるときに主が働いてくださるんですよね。で、皆さん、教会はね、キリストが満ちてるんです。すごいそれを感じてね、ああ神がおられると思う時もあればね、よくわからんって時もあるかもしれません。しかし聖書には教会にキリストが満ちているって書いてあるんですね。あなたの感覚ではなくて御言葉が正しいんです。教会にキリストは満ちているんです。教会にキリストは満ち溢れてるんです。で、キリストは愛の方なんです。命の君なんです。平和の方なんです。癒してくださる方なんです。解決して解放してくださる方なんです。このキリストがあなたに手を伸ばして、体を癒し、心を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与えてくださる方なんです。で、イエス様の方は、今日も今もあなたに触れたいと思っている。あなたに恵みを注ぎたいと、イエス様の方は本当に思っている。私の方がこの方に期待してきているかどうかってことが大きいですよね。で、一緒に期待してほしいですね。で、疲れて眠ってしまっている人も期待してください。眠っているものにも備えてくださるって書いてあるから、眠りの中で主は語り、夢を通して語り、パッと目が覚めたら治ってたってことが起こります。これ本気で言ってるんですよ。真面目に
なぜかってキリストが見せておられるから。主が働かれるんですね。で、この女の人はイエス様とも言ったわけで期待してね。で、もう一つはね、皆さんね、人々を招きましょう、キリストのところに。一つはあなたの家にキリストがおられるから、そのキリストと共に行って、キリストがいるから大丈夫よって言って、こっちから行って、あと語ってあげて、触れてあげてほしいんですね。あなたの手を通して主が語るからね。と同時に、招いてほしいんです、教会に。キリストが満ちてるから。イエスのことを聞いて、彼女は期待したんです、信じたんです。聞かないとわからなかったんです。イエス様のことを正しく知ってる人は、日本には福音が伝えられると言ってますが、正しく知ってる人は、残念ながらとても少ないと思います。イエス様が本当に力を持って愛を持っておる方で、この方に権威があって、この方に不可能な何一つないってことを本当に知ってる人は少ないと思います。なんか間違ったイメージが多いですよね。今はどうかないけど、私の時代はですね、なんか白い衣を着てですね、こう清く正しく美しくスーッと現れてですね、右の方をぶたれたらハラハラと倒れるっていう、そういうイメージだったんですよね。私の時代です。今は知りませんよ。ね。100% 間違いですね。右の方を打たれたらね、腹を倒れないんですよね。イエス様はニコッと笑って、相手の目をしっかり見てね、それで気が済んだかいって、済まないならどうぞ右の方をぶっていいよっていう、権威と力を持って語れる方なんです。知ってました?全く間違ったイメージがいっぱいあるんです、世の中には。祈りなんて気休めだと思ってるんです。とんでもありません。祈りぐらい確かな神の手を見るものはないんです。真実に心から具体的に大胆にキリストを何よって求めれば、十字架を土台に求めれば、復活した主に求めれば、答えられるに決まってるのです。この女の人はいろんな人にかかっても治らなかった。その間キリストの話を聞かなかった。高田さんは農家の時にすごいですね、先進 C で120キロでアメリカの山を登ったんですね。で、そら死にそうなるでしょう。よく助かりましたよね。神の助けですよね。そしてね、もうずっと言ってましたね、十数年間なんか料理をしてたからね、本当はフランスに行きたかったらしいんですけど、アメリカに行って料理したんですけども、もう首側に上げれなくなってきてね、で最後もう料理できなくなってやめたそうなんですけど、本当に痛かったそうですね。でもキリストの話を聞いて、でクリスチャンになって、あ、癒されるんだって期待を持ち始めた。それである時聖会に来てね、東京カリスマ聖会で一番後ろに座ったんですって。まあ後で話します。一番後ろに座った時にジェシーの言葉で癒されちゃうんですよね。で聞いたんですよ、キリストの話を。それまで知らなかったんですよ。それで彼は信じて期待したんですね。皆さんはイエス様の話を聞いて、そしてこうやって日曜日も主に期待してきてるんだと思うんですけど、知らない人いっぱいいるんです。あなたのそばに。実は傷んでいて、病院かもしれない、家族関係かもしれない、境内かもしれない。そういう人たちに、ね、キリストのことを分かっちゃってほしい。そして招いてほしい。キリストはその人に働かれます。でね、でこの時、彼女は、耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。まあ、ここ触った後ろからね。どうしたかって言ったら、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えてたからである。まあ、これは直訳は、と告白してたからである。つまりそう信じていたんです。きっと着物に触れば、イエス、この方だったら、着物にさえ触れば治るって、素晴らしい信仰ですよね。礼拝に記載すればきっと何かが起こる。昔ね、ある、山田牧師のところの息子さんがね、言ったんですよね。何かが起こる、長崎教会キャンプって言われたことがあったんですけど、また再び起こして、ね、やりたいですけど、教会キャンプをね。白馬キャンプは今ありますけど、全体ではね、長崎教会でもやりたいなと思いますけども、何か起こるぞって期待して来るわけですね。で、この時もこの人は、イエス様だったら、この身皿だけでいいって、この身皿さえすれば直してくださるって信じてたんですよ。そう信じて後ろから、ね、こういったわけですね。なんか親しみが湧きません?なんかこう人をかき分けて前に出てね、私のって言わなかった後ろからそっと触ったって言うんですね。なんか親しみが湧きませんかね。でもその時にイエス様はね、触った瞬間ですよ。すると29歳触ったするとすぐに瞬間ってすぐに血の源が枯れて根本から癒されて、ひどい、ずっと苦しんでた10年間、ひどい痛みが治ったことを体に感じて、はっきり分かったんです。あ、治ったって。はっきり分かったんですね。さっきの話ですけど、高原牧師はですね、一番後ろに座ったんですって。
で一番最後のミニストリーで痛いと思っておいてくださいって、こう首とこうね、手を置いたんですって。そしたら、パウロ牧師はね、向こうの方にいたんだけど、首と、ね、首と背中かな、痛みが消えましたって言った瞬間ですね、ここら、突然、秋元牧師は前に来たんです。まあ、もちろん本当に来たんじゃないですよ。こう、遠くにいたのに、突然、ふわっとこう前に秋元牧師が現れてきたんですって。で、びっくりして、えっと思って、そして、パッと手を離した瞬間、スーッと治ったんですって。びっくりしたって。奥さんが隣にいてびっくりして、ね、本当に治ったって言ってね、喜んだそうです。毎晩いつも揉んでいたそうです。これで私も毎晩揉まなくて済むとか言ってね、喜んだんですけど、治ったんですよね。今に至るまで癒されています。面白いですよね。期待していった時にね、一番後ろの席でも癒されるんですよ。自分の方で、ね、断食して祈るってとっても素晴らしいんです。キャンプで言ったけど、食事というのは聖書ではすごく大事だから、その食事を下げて祈るとかとっても大事なんですが、神様に断食しなさいって時は喜んでしましょう。でも自分の方でなんか断食しないといけないわってこう勝手に決めて、ああ、できなかったからダメなんだとか、こうしていないからダメなんだ、こうやってないからダメなんだって結構思っている人が多いんですよ。あなたの方で決めてませんか？神様ってそんなにうるさいんですか？こうしなきゃダメよ、ああしなきゃダメよ、あなたはこうしないからダメなのよって、そういう方なんですか？私の知ってるイエス・キリストはそういう方じゃありません。恵みと憐れみに満ちた神です。パウロは全ての書簡に恵みと平安がありますようにって書いて、テモテにだけは、弟子のテモテにだけは恵みと憐れみと平安って書いたんです。神様って憐れみと恵みしてるんです。今日ね、主に期待したいんだけど、ああでも私ちょっと最近この信仰がね良くないし、はあちょっと祈ってないしな、今日は献金ほとんどなかったの、すいません神様、はあとか思ってる人がまあ、いないかもしれないけど、いたとして大丈夫です。何の問題もありません。あなたが1しかできなかったら99を神にしてもらいましょう。あなたが99できるときは誇らないで、ああ本当に恵みだなと思って1を受けて、そして祝福を受けてください。足りないものは神が追われるんです。イエス様は主のもとに来て、主がきっとしてくださるって、こんな私でも助けてくださる、こんな私でも憐れんでくださる、こんな私だって祝福してくださると、あなたが信じた通りに働かれるんです。聖書の神様は、私たちが罪人だった時十字架にかかったと書いてあるんですよ。私たちが力がなかった時に十字架にかかってくださったんです。私が弱いまま、罪人のまま、汚れ切ったまま主のもとに行く時に、その私たちを愛して十字架にかかり清めて許してくださる方なんですよね。ね、主に期待してほしいんですよ。そのエス様に期待してあげたい。そしたらそのエス様はまだ怒るんですよ。でこの女の人はですね、もう後ろから触ればと思った、その通りに治ったんですよ。後ろから触った瞬間にびっくりしたんですよね。はあって、面白い、はっきり分かったんですよ。神様ってあやふやじゃありません。はっきり分かるんです。明確に触れられるんです、ね、だから面白いですよね。そしたらね、エス様はね、振り向くんですよね。だけどイエスは3節、すぐに自分の内から力が出て外に出ていったことに気づいた。ふっと力が出ることに気づいたんですよ。つまりイエス様から力が流れていって、この女の人は癒されたんですね。で群衆の中を振り向いたの、パッてね、誰が私の気持ちを触ったんですかって言ったんですね。でこれはなぜ聞いたかって言ったら、まあ、この後言いたいことがあったんですね。それでこうパッと振り向いて、誰が気持ちを触ったんだ、力が出ていったって言ったわけですね。ということはイエス様から力が出ていって、この人は治ったわけですよね。で、ところで弟子たちはですね、言ったんですよね。いや、弟子たちイエスに言いました。いや、群衆があなたに押し迫ってたのに、いっぱいこんな人がいるんだから、そりゃ触りもしますよって。そんなね、誰が触ったなんて言ったって、こんないっぱいいたらいろんな人が触ってますよって言うわけですよね。まあ、そりゃそうでしょう。だから誰が触ったというのがおっしゃるんですかって。いや、そりゃいろんな人触ってますよって言うわけに。いや、違うんだって。確かに私に触った人がいる。力が出ていったんだ。ということは、いろんな人が触ったんだけど、この女の人だけ癒されたんです。どうしてか。この女の人だけは、触れば治ると信じていたんです。期待して触ったんです。きっと今日賛美で神様触れてくださるって思ってきた人、触れられたでしょ。ああ、賛美か、と思ってた人、いないと思いますけど、全然違うんですね。
それでもね、その人さえ触れてしまうほど圧倒的な臨在ってあるんで、そういう臨在はこれからね、溢れてきます。でも期待してる方とかって全然違うんですね。この人、いろんな人がイエス様に触れたと思います、着物に。こんだけ人がいったから。でも癒されたのはこの女の人だったの。どうしてか。この女の人だけは触れば治ると信じて期待して触ったんですよ。イエス様の方も分かったんですよ。力でいったって。誰かが触ったんだって。で、こう見ました。ね、これ犯人探しじゃないんですよ。この人にね、言いたかった。あなたの信仰は治したんだよって。ね、それで、そしたらですね、この女の人はですね、イエス様を見まして探してるのでね、三つなんです。恐れおののき。これは、怖いっていうのも畏敬のですね、恐れおののいて、自分の身に起こったこと、完全に治ったって、12年間、ずっと婦人病で苦しんでたんだけども、イエス様の話を聞いて、この方だったらきっと治してください。気持ち触るだけでいいと思って来たら、触ったらその瞬間治ったんですって、こう、その通りのことを、イエス様を前にてひれ伏して、僕らはもう、やっぱり恐れを持って言ったん。イエスに真実を余すところなく打ち明けた。イエス様は何て言ったかと言ったらですね、娘よって言われたんです。呼びかけって大事なんですよね。日本の場合夫婦でね、よくね、お父さんお母さんっていうことが多いんですよね。別にいいですよ、いいですけど、子供中心にねって言ってるけど、私はあんまり好きじゃないんですね。子供が中心じゃなくて夫婦があって子供だから本来 ね。だから、ね、何て呼ぶかって大事なの。呼び名ってどうやって呼ぶかって ね。で、この時ですね、娘よって言ったんですよ。この人嬉しかったと思いますよ、イエス様に娘よって言われたら。声でもいいんですけどね、男性の人どうでしょうかね、声って言われたらね、娘よって、さっき聞いたんですね、第一代でね、娘よって言われたら、嬉しいですかったらね、パッとね、一人の、ね、女性がね、嬉しいですって手を挙げて声出して言ったんですね、75歳でした。80代だろうと70代だろうと娘です。もちろん若い人も娘です、イエス様にとっては。ひ孫ができても、イエス様にとっては子で、我が子です。主から、娘よって、我が子よって言われたら嬉しいでしょうね。娘よってなんかすごくあったかみを感じませんか。娘よって、あなたの信仰があなたを治したんですよ。いや、ちょっと待ってください。イエス様は力が出ていったのを分かって振り向いたんだから、主から力が出ていって、その主の力がこの女の人を治したんですよ。そうですよね、主が治したんですよね。でもイエス様はそうじゃない、いや、あなたの信仰があなたを治したんだよって、その信仰があなたを治したんだよって言ってくださった。嬉しかったと思いますよ。だって言われてもね、いや、あなたの信仰が、あなたの信仰でね、助かった、本当にあなたの信仰のおかげですよって言ったら嬉しくないですか。男の料理の時にですね、いや、この肉豆腐が、いや、この、広島ほくろみが、みんな言わなきゃいけないんですね。私、春雨スープが良かったんですけど、ね、肉団子が美味しかったけど、春雨スープが特に美味しかったんですけど、で、あと後で食べたらね、関西風のお好み焼きもよかった。ちょっとこんな話したら止まるのやめときますけど、牛肉のね、肉団子、すき焼き風の、豆腐もですね、牛肉はいい牛肉なんですよ、皆さん。つまらないこと言ってますけども、やっぱり嬉しいわけですよね。で、いやーよかったって嬉しいですよね。やっぱり料理がいいですねとか言ったら、あなたの信仰があなたの話したんだって、あなたの信仰だよって言ったら、わし、イエス様だと嬉しいですね。いや、本当に嬉しいですよね。私はよく境内のことね、あんま明かしませんけど、求めるわけですね。で、本当に神を助けてくださって、今まで生きてきたんですけど、あ、本当に神様ありがとうございますって時に、あなたが祈ったからだよとか、あなたの信仰だよって言われたら、嬉しいですよね。本当にそれは。ね、これあなたの信仰、あなたを治したんですよって。で、その後ね、安心して帰りなさい。病気にからず健やかでいなさいって言ったんですよね。これとっても大事なんです。人ってね、治ってもね、思ってしまうんです。またかからないかなって、しばらくしたらぶり返さないかなって、思いませんか？いつも私が話をするペトロ伊藤牧師、奥様の春美さんに祈って、感動的なね、車椅子で側腕障害治った話、正直言ってました。あ、でも、ちょっとしたら戻るかもしれないって思ったんですって。で、2、3日経ったらまた痛むんじゃないかって思ってたんですって。でも、もうあれから何年でしょうね。未だに完全に癒されてる。側腕症で痛んだことは一度もない。奥さん、申し訳ありません。本当のこと言いますけど、半世紀を過ぎてるんですけど、奥さんは。治ったんですね。でも彼はそう思ったって言って。人ってね、結構思うんですよ。あれ、また戻るんじゃないかなって。
治ってよかったと思っても、いやまた戻るんじゃないかって不安になるわけですよね。でイエス様はそのことをよく分かっていて、病気にから健やかでいなさいっていうのは、いや大丈夫だよって、これからもう病気にからないで健やかでいれるからねって、だから安心して帰りなさいってね、まあ、日本語は先になってるけど、安心して帰っていいんだよって、もう病気にからずこれから健やかに生きれるからねっていう、今だけじゃなくてこれからのうちのことも神様は約束してくださったんです。なんで神にとっては常に今が時なんですけど、今なんですけど、だけど同時にこの天に帰るその日までイエス様は今だけじゃなくてこの将来のことにまで語ってくださり、大丈夫だからって言ってくださるんですよ。先のことを心配してる人いませんか？どうしようあしようって。大丈夫です。神があなたと共にいてくださるんです。イエス・キリストがあなたと共にいてくださるんです。十字架にかかるほど愛して復活されて今生きておられるキリストがあなたのうちにおられるのです。でこのキリストがあなたを導かれるから大丈夫なんです。試練や困難がないとは言いません。なぜかというと私たち罪人でサタンがいるから。でもどんな試練や困難が来ても全部それを神様は益に変えて祝福に変えて、大きければ大きいほど大きな勝利と祝福を必ず与えてくださるんですよね。だから大丈夫なんです。この人に関してはもう病気にかからないから心配しなくていいからね。10年間長かったけど治ったって喜んでるけど、ふっとね、あ、もともとどうしようって思うことは、大丈夫大丈夫、そんなことはないよっていうことなんですよね。これね、すごく大事な言葉なんですよ。人ってね、怒るんですよ。ふっと不安が持ってきて、でもいやそんなことはね、大丈夫だよっていう、その言葉なんです。なんかすごく主のね、なんか愛の深さを私は思うんですね。でそれがキリストなんですよね。で主はその愛を持って私たち一人一人に語ってくださるということをね、してほしいですね。イエス様は今日もこの場に満ちておられて、あなたに語られます。私はあなたを癒すって、あなたの痛みを取り除くって、熱を下げるって、あなたに癒しを与えるって、回復を与えようって、うつ病を治すって、主がおっしゃれば癒されるし回復するんです。主が許したって言ったらもう許されてるんです。そして神様は私たちを許したものとして祝福してくださるんですね。でこのね、主の恵みをね、皆さん受け取っていきましょう。そしてたくさんの人に分かち合っていきましょう。そしてね、それが流れていきます。で面白いのはね、この女の人にわだわだね振り向いて告白させたでしょ。癒されたんですよって言葉に出して、そしたらイエス様があなたの信仰は直したんだよ、安心して帰りなさいって言ったんですけども、告白させたんですよね。声に出して言ってすごく大事なんです。声に出して言った時それが確かになってくるんです。で結構クリスチャンはね、あの神様素晴らしいってことをね、秘める人はいるけど秘めないで、ね、語ってほしい。人々に向かってイエス様を癒してくださるんだよって、救ってくださるんだよって、イエス様を助けてくださるんだよってことをどんどん分かっちゃってください。あなたの信仰が強まります。あなたがもっとイエス様のことを深く知ることができます。それをねどんどんね表していってほしいというふうに思います。はい、終わりますが、この長崎はですね251年間隠れキリシタンがいたんですよね。で隠れた、で250年間信仰を隠れて保ち続けたことは世界宗教史上素晴らしいことなんです。それは確かに素晴らしいんですけど、一つマイナスがあるんです。隠れてしまった結果公に出さないっていうのが結構あるんです。でも聖書のこと言ったんや、よく言うのに態度で表せばいいってね。もちろん態度で表してください。愛するかどうかってね、一夜暗く口で言っても愛す態度が必要です。やっぱりね、だけど声に出して言わなきゃわからないんです。イエス・キリストっていう言葉を語らないと、あ、よかったねって、あなたいい人ねっておしまいなんです。あったかいわねっておしまいなんです。いや、イエス・キリストがやったんだよって言わないとわからないんです。イエス・キリストの皆によって祈ったから癒されたんだよって言わないとわからないんです。イエス・キリストが生きてるんだよってことを、このイエス・キリストのことを分かち合うことはとってもない。でもこれを言おうと思うとね、勇気がいるんですよね。性の力がいるんですよね。やってみてください、わかりますから。全然平気な人はもうある程度こう語ることに慣れてきた人、精霊の助けがいつもある人ね。何とか言いましたけど、私は東京から長崎に行った時に、あの東京でバンバンやってたからもう行けると思ったら本当に語れなかったんですね。キリストってキって言おうと思ったらキリ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 
ったらニコッと笑ってね、全然か反抗的じゃないですよ、ニコッと笑ってんのに、いやキリストっていう話をしようと思ったのに時間ないんですかって聞いてね、よく言いますけど、恥ずかしいけどね、イエス様の話をしようと思って、他の話はできるけどイエス様の話をしようとすると聖霊の助けと力がいるんです。
そうすると人は祈るんです。主の力が来ると語れるんです。キリストを語り出すと、その語った言葉の真実が相手だけで自分にも現れてくるんです。イエス様愛してるんだよって愛が注がれてくるんです。イエス様癒してくださるんだよって癒しの力が自分にも注がれてくるんです。言葉は想像していくんです。キリストのことを語るとき、その力が自分にも相手にも流れ出すんですね。で、イエス様はこの女の人に振り向いてわざわざ告白させました。治ったんだよって。こうやって怒ったんですって、ちゃんと、そうだよ、もう治ったんだよって。あなたの信仰は癒したんだよって。病気が救われて、これからずっともう大丈夫だからねって、押したわけですね。それはね、告白していただきたいと思います。その時に、神のね、素晴らしい技が出てくるということをね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きとある神様で、今日も変わらずに私たちを愛して触れてくださる神様です。一人一人に触れ、体に、心に、霊に、人生に触れ、また一人一人が愛している大切な方に触れて、その方がどこにいてもその方に触れて、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決、勝利を与えてください。今お祈りしますので、まず、祈りから言うために悔い改めの時を持ちたいと思います。一人一人主の前に悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？自分のことでも家族のことでも結構です。友人でも。病気ならばそこにいておいてください。傷んでいるところがあれば。心の問題なら胸に置いて、霊的な問題ならそこで胸に置いてください。また、境内であっても、お仕事であっても、どんなことでも構いません。あなたの一番の願いを主の前に祈りましょう。また、自分じゃなくて家族、友人であっても、その方のことを思い浮かべて祈りましょう。その方がどこにいても、今主はその方に手を伸ばしてくださいます。天の様、今イエス・キリストを願って祈ります。一人一人の心の叫びに応えて、ここに見せておられるキリストが触れ、心を合わせて祈ります。主が語りてください。イエス・キリストになって心と体を、癒しされよ。頭痛よ、消えてなくなれ。恐れよ、その人の力から出ていけ。全く愛を恐れを締め出す。恐れをその人の力から去れ。うつの霊、その人の力から出ていけ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様になって命じます。膝と腰を、痛みを消えてなくなりなさい。喉に触れてくださり、喉にある痛みを、しびれを、イエス様って見せる。喉と肩から消えてなくなれ。壊死している振動、生き返りなさい。再び動き出しなさい。イエス様何よって再び動きなさい。難聴の方の耳に触れてくださって、正常に普通に聞こえるようになる。すべての周波数が、すべての周波数が正しく聞こえるようになりなさい。イエス様何よって。イエス様は何よって聞こえるようになれ。後頭部がなんか痛いというか重いというかおかしい方、そこに手を触れてください。今癒されなさい。どうしても否定的になってしまう、自分でも分かってるんだけど何か否定的になってしまう人、これ霊的なものです。イエス様はね、その否定にさせていく否定の霊、否定的な思いさせる否定の霊をイエス様ってその人の力出ていけ。御言葉を読むと眠たくなる、説教を聞くと眠たくなるという人ですね。単に疲れているって問題なくて、御言葉に対するなんか攻撃を受けています。これに対してちゃんと祈りなさい。でもさ、御言葉を覆ってくる力、御言葉を覆ってくる力をイエス様って見ず、完全にその人の力を出ていけ。御言葉を覆ってくれる力を完全に断ち切る。あらぶらぶらぶら、すごい自分の心の中に、あ、こうした方がいいなってある促しがあるんです。促しがあるんだけども、と思ってしまって、なんかちょっと恐れが来てるんですけども、それは神からの促しです。恐れずに踏み出しなさい。私によれば力を与えます。踏み出しなさい。それは、あなたにとって仕組みではない。そのことをしたときに、それを通して思考を受ける人がたくさんいると知られます。恐れずに踏み出しなさいと知られます。良性腫瘍、悪性腫瘍を体中から取ってください。肺から、また、胸から、羽から、から胃から、水道から、腎臓から、イエス様をやってみせる。リンパから、癌を消えてなくなれ。良性腫瘍、悪性腫瘍、癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に消えてなくなれ。
手と足のしびれ震え、エッサンテメトル、消えてなくなれ、やっさるよ。あらば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 ら、うつの霊をその人の力出ていけ。統合失調症、完全に癒されなさい。イエスさんは何よって。耳鳴りがしている方、今イエスさんって耳鳴りを消えてなくなれ。白内障と緑内障、両方完全に癒してください。視野の垣を広げてください。見えるようにしてください。お願いいたします。なんか、盲腸なんですけど、手術すればそれでおしまいと思ったけど、なんか盲腸こじれてるって人がいます。その盲腸のこじれを癒して、後遺症ないように完全に癒してください。イエス様って言います。さよ。感謝します。ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、また問題を入れて癒してください。境内の人を完全に満たしてください。なんか、歩むべき道に関してためらっている人がいるんですけど、私が導いています。恐れずに踏み出しなさい。経済的な心配をしないで、神の言葉を持って踏み出しなさい。私がその必要を満たしていきます。私にお頼みなさい。私が満たしていこうとしています。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。何かこう変化があった人いますか？体の変化とか何か変化があった人いますかね？オンラインであったらね、ぜひ連絡をしてほしいというふうに思います。はい。それじゃあお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、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 仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もなちもとこしやまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあ、お知らせをお願いします。